はい、こんばんは。のぞえです。よろしくお願いします。準優勝戦終わりました。はい、えー、地元の小池哲也君唯一の a1 で参加して、ここまで抜きずの9連勝お見事です。はい、あの回った後の足が抜群にいいですね。はいまあ、あと特別その伸びていくとかいうのはないです起こした瞬間のスリット行くまでなしと回った後の繋がりが抜群にいいですね。はい。僕は？ 逃げると思ってますよ <laughs> もう先に言っちゃいますけどだってあの前付けがほぼないでしょで伸びてくるのがいないんですよねこれはいで柘植も石川君もスタート決まってるんではい森高さんどうもスイカさんどうもモチさんどうもバンスホーさんあ<は>いのスイートマクイ伊シさん宮内さんジンさん川越さん遠藤さんこんばんは皆さんどうも。 さささんんんおおお疲疲れれ様様でですすすカカウカウさんどうもアッコさんお疲れ様ですよろししくお願いします、はい、はいはいはい。はいてな感じで順優から振り返りましょうかまずねホワイトタイガーさんいらっしゃいこれねストップスタートでこれ3号艇が先行してるじゃないですかあハノ野さんどうもねこれ1号艇の馬野くんからしたら3から外は見えないですはい見えてるのは西川くんだけです。 なのではいどうぞこれ、伸びてきてるの見えるんで、もうずっとストップ。これ、馬野君、ずーっと3見てるでしょ。1号艇、ヘルメット見てください。これ、3の方しか見てないんですよ。はい、どうぞ。で、ここで起きて目線切りました。で、音が聞こえてきてるんで、これ、慌てて握ります。なんで、ハンドルが切れてないんですよね、最後まで。で、流れたところを、しっかりか、えー、石川角がズバッと差し込んでくる。 届いちゃいましたね。黒チビさん、どうもあじめまして。どうもありがとうございます。うん、最後いやあれね。あのお猿の声さんね。ここってかあのどこでもそうですけど、映像の角度でね。なんかこう？そういう風に見えちゃうんですよ。で、ボートは絶対先回った方が回った後、230メートル後に伸びます。これ絶対です。はい。 エンジンの優劣がそうよ,ーよほどない限りは。なんで角度的に刺さったと思ってもで今度画面切り替わったら2が前になるっていうのはあります。はい、でこれ小林君僕押してたんですけどこれ彼今節乗りっぷりがいいんですよ。他の学生さんどうもゲンヤールさんどうも一之輔さんどうも増田さんどうも TT さんどうもアイランドさんどうも小イさんどうも中川さんどうも健太郎さんどうも亀井さん名探偵コンナンさん。 うまいよな名前つけんのんこれほんまもうちょっと笑いそうなるもんウィスケハイボロさんどうもこれはね小林くん押したんですよだからでせいやし結構展示はねめちゃめちゃ慎重に乗ってなんやったらノーニクソに乗ってるんですけどレース行は全くそんな素ぶりに見せてないんでね <laughs> はいこれ石川くん見事に展開ついたって馬野くんからすればちょっと 流れたねこれうんはい次いきますカッピーさんコンボこんばんははいこれ次江君もスタートいきますひじや君フライングです中村太平君もいいスタートでしたでほぼ内側がもう横一線ですよねこうなると1が回り2が差して3が外前なんですけどストップもうちょっと戻して これね、逃がさせなかった理由がね、1コーナーね、つげくんが相当溜めてハンドル切ってます。見とってください。だから2番はかわすのに精いっぱいです、これ。まだ握らないです。ここで握られてるんで、ほら、へさきがこれ当たっちゃうんですよ、握ったら2番。わかりますかね、皆さん。ここで刺しに行くと、位置にちょうどぶつかって、ボートが右向くで何もできない。待ったされたんですよ、ここで。ほら、まだ握らない。でここで握った。ほな、相当角度いなしてから握ってるんで、こう、ずる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 っと流れたんですよね。 そこを中村君が外前左内中肘くんが差してきて2着なんですけどもフライングです桐純平さん今日逃げとったね平和島級レースお疲れ様でしたはい竹川さん知ってますこれ、ま、しなんかね嫌な予感をしとったんやな俺で苦打ちを飛び込んできて5番が差すんですけど 次のコーナーが山田君お見事でした。東京支部同士の争いなんですけど、これ、これ見とってください。もう一回戻しちゃって、これ。これも、完全に5番が刺さってるように見えませんかお皿の浩次さん。あどうぞどうぞ、もういいよ。普通に回しくていい。これ、完全に前でしょ。ただ、映像切り替わって、こっち向いたとき見とってくださいよ。ほら、もう2が前でしょ。 そういういこことななんんでですすよよよねこれカメラのの角度コスあの前のペラが来て変わる前鋭利な刃物のような尖ってる時代の時は2コースってねそうでもなかったんですまだね今よりはただ今っていうのは本当握った瞬間がその頃と比べると反応が相当鈍いんですよねだから2コースのパパパッとこうレバーをこうしなくちゃいけないんで余計です <laughs> 何しとんいやごめんやでその桐生じゃないと思うからごめんなさい <laughs> すいません <laughs> はいんか難しいです本当難しいです今ねはい次最終11ですですが順位あこんばんはゴルフ一髄さんいらっしゃいここは小池君スタート置きながらこれなんでよこういうスタートになるかっていうとストップ あのやっっぱり優勝戦1号手がかかってる位置枠なんですねさっきの990とはまた意味合いが全く違いますのでここまでまあ連勝してる場所それを置いといて遅れたくないんですよでなおかつある程度こう全速、まあ、でなくても8分ぐらいでこう様子見流れて外がこうスタート時計もちろん見て入ってる外が来たパーンと握っても出られない自信があるんですよこれね伸びられないはいどうぞしっかりいいからもう何な,ならちょっと覗き加減でストップ で前くんこれちょうど小葉さんがやめる角度小池君がまだ握ってないけど間に来に行きますねただこれをやると僕は配信でも言ったんですけど絶対刺さらないと思ってました小池君の出足対前野んの足でははいどうぞここからストップここから前向いて進んでいく足がめちゃめちゃいいんですよこの節はいどうぞ キュッとボーケツ開げたらキューッともうロスなく前に進んでいくんですよねあ、リョウさんいらっしゃいいや、<laughs> そうだで、小バさんこれ2弱走ってます前田君もギアケース交換から一気に気配上がってるんでねで、ロックが飛び込んできたんで小バさんどうするんかなと思ったら抑えに行きます、外前ですこれ別に失敗ではないですはい。ただ、それしたことによって前田君にもチャンスは出てきたんですよね、これ でも届いてませんよ、まだこれ。小バさん、前です。ストップ。これも刺さってるように見えるでしょでもこれ、映像の角度です。はい、どうぞ。全然前です。一定身以上。ここですよ。小バさん、ちょっと開けちゃったんですよ、ターンマークを。はい、ストップ。スローにしてください。これ、縦にターンマーク開けちゃいます。そこを前田君が、これ、うまく回ってますよ。ターンマークなめるように、くるくるくると当てればです。レバー握ってません。 ブルドさんどうもあけいちゃんさんいらっしゃい小川さんいらっしゃいで捕まえちゃいますこれほんとね足いいんですよ前田君配信でも言ってましたけどで、彼スタート行くんでねあとこたんさんいらっしゃいこうなると小川さん住みの上はね2コーナーの外前っていうのはなかなかどうして決まりにくいはるみの里さんはい下がるって実際乗ってるとどんな感じなんですか下がることはね出られていくって感じです はい、じわ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 っとこうなんて言ったらいいんやろうあんまり普段は経験することないですねうんなんて言ったらいいんでしょうほんとねじわーっと伸びられるこの伸びられるのが一番一番ストレスというかレースしにくくなるんですよねちょっとでもマッツンさんいらっしゃい僕完全優勝してないね順パーフェク度は34回ありますけど完全部したことないです はい、気持ちいいと思いますよ、そらあオクタンさんいらっしゃい、あと何回もあります、8連勝で2着1本のピンピンの優勝もありますし、なんでしょう7連勝の五藤のピン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 で優勝もあるし、なんかそんなのはありますけど、パーフェクトはなぜないですね。はい、はいえー、では1レースから振り返りましょうか。 ここ石川君がちょっとピットなが遅れて小林さんと入れ替わったんですけどそれが功をして小林さんが遅れたんで石川君ゼロ代半ばですまくっちゃいますまくっちゃいますまくり差しかなはい締めていくだけ締めといてパッと苦がやめたを見てレバーを掘ってハンドルをそばに切ってまくり差し焼きそばさんいらっしゃいうんゴルフ一筋さんまだです2月の終わり,終わり月末ですかね 2月までですね、はい、2月いっぱいで新エンジンになるみたいですよ。届かせますね。ヤンオドクも気配はぼちぼち、ましにはなってます。出てるとは言えませんけど、乗りやすいのってのが一番ですね。名探偵、コンナンさん。何ですかボートが好きで長く続けたいのですが、はい。買い目を絞るか、広く確ず、あのー、これ難しいですね。あの僕はあの基本ギャンブラー やる時は全部は絶対買いません1日例えば現場にいいいても3つぐらいしか買わないです、はい、それで負けたらもう仕方ない買ったら買ったでそこまで待つっていうスタイルなんでほ僕ね競馬昔やってたんですけど全部買ったことないですねさあ若い時はね全部買ってたんですけどある時ね自分が勝負したいレースの時に手元が手元に残ってなくて銀行に走って下ろしてきて勝負したら何や元なったやんって買えるのが多々あったんですよそれで やめましたもう狙ったところバチバチバチしか買わないですでそれがなかったらやらなかったですはい多分それじゃないですかね <laughs> わかんないですもんはい2列いきますあ豆原さんいらっしゃいはい小林くんがこれも危なげなく押し切りますで梅木くんこれ僕ちょっと推奨させていただいたんですけど彼も足はいいんですよねでこれ抱いて回ります で小林君がためたんで前野んはもろに引き波はまりますこういうインから旋回されると2コースは待たされるんで乗っちゃいます引き波にただ彼もうまいよねしっかり1回いなしてからゆっくりレバーって,て前に押さしてるんでしっかりはいでこれ4が内に出てるんですけど4を回さないっていう C4G でハンドル切りましたで2コーナー合わせるには絶対これが正解です打ち飛び込んでる方がいいです あわよくさ3が失敗してくれた小回りでもしかしてっていうのがあるんで照井さんいらっしゃーいあれ外に変わっちゃうとねここはダメなんですよえっ焼きそばさん炭の以外の配信場毎日あのね僕明日前乗りで明日最終日の明日配信出させてもらうんですけどそういう場況ところは見てますそれ以外は見ないですはいおっ桐生淳平君取ったんやね君かさんかわからんけどはい うん、次行きましょうかああそうトイプードルさんその通りやわうんとはいここはストップこれ北川さんもう S1 期のパターンですよねこれ塚田さん途中でスタート躊躇してちょっとレバーアジャストしてますね85クールときにで下向きましたやってしまったと思ってで締めていきますこれ本音言っていいですかこれ僕が北川さんたちだったらもたまったもんじゃないです これ3番って何もできないんですよ。ただ北川さんを飛ばしただけになっちゃうんで、まあ、ガラキきになってここで刺して大満州だったんですけどこれはも,もうたまらんんですよ。あのあ,れをてあ,あいう抵抗されると。春さんそう小池君頑張ってるね。でこれ前原君はフライング切ったけど。 多分この前原君と小池君が多分2強なんですよねあ,のあんまりそのグイグイ出る足じゃないけどレース行ってる感じの足を見るとうん岡棚さんこんばんは岡友さん棚さんはい小池君は師匠あれですよゆか君ですよはいマイクさんいらっしゃいね 違ってみてのガラシューチャンスでしたちょっとごめん分かれへん俺 <laughs> どういうことこれはいあ次いきますあはらみつらみさんいらっしゃい、うん、あれはちょっと北方だとた,たらつらいよねこれはもう断然ひじや君だったんですよ気配はでスタートいって伸びます伸び,ら伸びたんで松本君はそんなゆっくり回れないですストップもうちょっと戻しちゃって これ 2, 2号手よりも先に1号手がハンドル切るって珍しいんですよ。見とってください。もう伸びられてるんで余裕がないんでこれハンドル開き切ります。パーンと一発切ります。これは僕は先前しますよっていう表示です。それを見てひじやくんはレバーを掘って開きます。ただついてたのこれ今泉くんがサイド外れてちょっと流れてるんでひじやくん引き止め乗せれてないんですよね。これラッキーです。普通なら完全に乗ってます。こんだけ開いたら。でこれ引っかかって、 ハンドルキー直してしててですもう <laughs> の,のたのたのたって刺してるけど届いちゃうんですよこれなしはもうこの中では抜けてましたねはいん不良候補取られてないんじゃないうんまああまりその全部できてないという意味でだもエースキングさんいらっしゃい松野さん維持というかそうですね 維持、はい、ですね、まくられたくないっていう、その時の一瞬の思い、ただ、まくっていこうからしたら、これは、それはないわっていうやつなんですけど、これは選手の本音ですよ、はい、ちょっと待ってっていう、かといってあの、あれを指しに回ったらね、ファンの方はなんであれ指すんだってなるんでね、難しいとこです。完全優勝は賞金加算ですか、あの、敢東賞が出るんじゃないですかね。 別に完全優勝やからいくらっていうのはないですよそういう項目はないですけど多分敢闘賞っていうの女王がよくやりましたっていうのでも別で出るとは思いますはい次いきますうんこれも前野君ですかね前野君ゃん前田君かなあのりさんいらっしゃいなみえさんそうよねインからスタートしっかりいって ストップこの3号手も切った瞬間ピュッとボートが縦に流れたでしょもう一回戻してあげてハンドル回した瞬間滑るんですよここで回した瞬間サイドが外れて縦にタタッといってしょこれやると4号手で相当待たされるんですよね3が通過するまで握れないんでだ二2号手はこれ引き波全く乗らないんですよこれになるとだから対1号手対ターンマークを目指して差しにいけるんです ただこれ庄司君はちょっと角度が浅かったので切り直してるんでね届かなかっただけですはい一発パチンと当てられてあれうまいよねあの当てはちょうど加速していくとこでパーンと当ててこう下がるんで危なくない程度にねでこれ抑えにいったんで芦澤君チャーンスなんですけどうまく回ったね前田君これ ドンまあそこに3コースがどういうハンドル切ってどういう距離で縦に滑るのかちゃんとターンマークにこう寄っていくのかによって2コースっていうのはもう引き波はまるはまらない決まっちゃいますなぞ,るなぞるように来られたら 100%2 コースはまるんでその代わりターンマークとインコースを出して3コースの角度がなくなるんで出口ではめるまくりはないですよターンマークの手前でインコースをバーンとはめるまくりはできても向こう側で 回った後にこう,こうやってバンとはまるやつはなそれはできないですねためないとえ沖大越さんこんばんははいうん西川君もねなんかそのパンチはなかったですね88ねいいっていうコメントは出てましたけどはい次いきますここはもう中村君で大丈夫だと思ってましたはい あとくくんんススタートトでねストップこれもね一緒ですあのさっきのレースかな12レース一緒です2と4が前にいてるでしょ3号手よりもこれ3号手って言ったら4が右に開いてくれたら回れるんですよ締めてこられるとさっきの力田さんと一緒の状況になるんで4番はこれ締めなかったんですよねでここから外前いくっていうのは2号手よりも前に行ってから3コースはつきまえにいかないとダメなんで100%決まることはないです 見取ってくださいどうぞ普通に流しちゃってもまあまあこれいかないですけどもあそこからいっても決まらないんですよねもう4に引き止め乗せられたんでいけなかったんですけど追っかけつけ前っていうのは相当難しいんで中村君はインから押し切るとはいえっ和歌山震度4入れたここ入れてないと思いますけど あそうなんや。ありがとうございます。名探偵、こんなんさん。はい。最近いろんなものを物価値上げしてますが、はい。ですね。船券は値上げしませんかそれともやはりや。あ <laughs> た<頭>、女性さん、それないでしょ。ない,ないでしょ。わかんないですよ、僕。これ値上げしたらダメでしょ。<laughs> 1票110円にするってことですかそれはないと思いますよ。 さすがにはい、えー、スケキオさん、こんばんは6コースがうまい現役選手誰で,でしょうかちょっと今考えますねはい次7レースいきますはいスタートこれ小池君スタートいきましたね勝負かけて前付け前付けもいってもこれ深くならなかったんでねしっかり幅を取ってこの出足見取ってください6番のまあ冷静です 2がと巻いてますけど、はまりかけて、ここから見とってくださいよ。この抜けた時の、この足です。こっからギュンと前に進んでいきます。これ、1人だけ。ほら、ロスがないでしょ。あ、もう一回戻したて、1号手、パタパタとこう右がパタパタってなるんですけど、6はスーッと進んでいくんですよ。見とってくださいね。位置も引き並みないとこ回ってるんですよ。ただ、出口でロ1はパタパタと右が浮くんですけど、小池君だけす、ね、もうなんもないです。見とってください、こっから。 ずーっとレールに引かれたこのマイクでしょこのこの足なんですよ。これが見えない足っていうやつなんですよ。私の財布が揺れています。はい、知らない。からし2個さん、それは知らない。TY <laughs> さん、脳んから見て、今節、い校舎、誰です今節それは、だって、哲也以外にらなにちゃいます <laughs> それ以上言えないでしょ 皆さん答えていただいてありがとうございます。もうファンの人の方がよく知っていると思います、そういうのは。あの足です。あの足がいいんです。だから、あの、11レースですか前野君がまくり刺しても届かない、小葉さんが刺しても届かないって言ったのはそれです。はい。この足っていうのはね、なかなか来ないんですよ。だから多分ペラ叩いてないはずですよ。叩けないと思います、これ。 8時59分ありがとうございますえ和歌山震度4でした近くの方は、ね、あっめちゃめちゃ優しいあ山口県の方がいてくれてるのすいませんありがとうございますめちゃめちゃありがたいですで以下金子くん真木くん真木くんね頑張ったですねあんまり出てはないですけどはい次いきます最後あ分かったでしょこれ中村祐介くん 横綱相撲ですね。で、あこれ、枠間入れか取ったのか、前後半で。福田君が握り前です。これ、うまかったよねあの、もう一回戻しちゃって。これ、まくりざし行こうとしてるんですけど、まくりざしでレバー掘った瞬間、ボートが右がパタッパタッと浮きます。こう浮いてる時って、握れないですよ、これ、見とってください。パタッ。パーン、1回、2回。 跳ねたんで握れてないんですよ。なんで入れないです。その間に濁手のガークがレバー当ててるんで、スッと。そこを桑島君が頭を4の頭を刺してスコンとこう。これが僕はレース足がいいって言ってたやつですね。桑島君の引き波越えていくのがいかにもスムーズってやつです。あれってね、試運転でわからないんですよ、これ。この足って。レース行かないとわからないんですよね。ん これ池君の代行で今横あ縦幅開けすぎです進入前付け行った時のはい適正な距離間隔を超えたってことですねうんとマイクさん周回展示ターンマーク回った後加速を見る癖が続く分かりやすいあそれはでもね言えますねあのー、実際走ってる側からすると何回も僕言うてますけどターンマークの頂点っていうのは別になんともないんですあそこで跳ねようが あまり気にしないんですハンドル切り終わってレバーあった瞬間のボートの向きと回り終わって一番こう回り終わったとここここで一番負荷かかるんですよね横に流れようとする力と前に進もうとする力がここで交差するんですよねここから1 5ートルなんですよときハンドルを切って切り出してレバーあった瞬間なんですよだこの間っていうのはねもう無なんですよね なぜかと,いうと何もしないんですよ。あのレバーを緩めることはあっても、ハンドルここで切ってる人いないでしょ。ターマークのとこで。あそこは何もできないんで、波があったら跳ねるし、前が暴れたら、その引き波で自分も暴れるし。っていう感覚なんで、この横に回っていって、こう、ぎゅっと回って、ここ。ここからここです。ここ。ここで、右が跳ねる。これもつかみすぎの、あの回転が上がってないときの代表的な例 でここで回ってんねんけど進みが甘いっていうことは回転が上がりすぎてここでキャビテーション起こしてるけど前に進まない,いだからその二択なんですけどあとはハンドル切って当てた瞬間のへ先の入りサイドのかかり安定するか否かっていうんですねここは無ですこれ今全選手に聞いても絶対言いますはいそれだけは頭入れててくださいねはいあ二の足はめちゃめちゃ重要です はいこれめちゃめちゃ重要だから周回展示はターンマーク到達する手前を見てくださいって僕言うんですよね全然手前をああそうやねのりさん,んああ増田さんありがとうございます頑張るように言っておきますお二人ともはいはいそうです僕明日は行きますがああ雄言ってますね <laughs> ガがガ言ってますね峰君ね あれもね、あのエンジンも僕、あ、もうこの方はここでええわ。まあいいわ。<laughs> はい。明日の出場行きます。めちゃめちゃええデアしてます。はい。うん。ここは早川君対三尾君じゃないですか。いやあの山本君もすごく良くなってるんで山、山内さんと高山さんがあまりスタート行けてないんで、もしかしたら裸で4 5がスタートくるかもわからないんで、 そこだけです。はい、各今だったら出足だけは来てるんで、逃げ切れる足は僕はあると思います。ただ、4番、5番の強襲はちょっと頭に入れて,てもらってもいいかもわかんないですね。ちょっと2枠、3枠、さあ、ちょっと躊躇し、コンセプトいけてないんで、はい、2レースいきます。これは大丈夫ですね。これは福田君ですね。はいだと思います。え、何ですか、えー、大阪支部の方、はめ抜いくるイメージあるのですが。 全くないですね江戸川の共通点ただ乗りにくいのはそこはありますね。江戸川はもうご存知の通り川なんでむちゃくちゃ乗りにくいですけどここも同じように乗りにくいです。普通のまあ普通のレース用っていちょっと語弊がありますけどあ江戸川みたいな特殊なレースを除けばここがナンバーワンだと思いますね乗りにくいのは。はい、はい、次いきます。あこれまた西川君で大丈夫ですね。はい あの飛び抜けてはないですけど、まくられるような足はしてません。はい、ここは大丈夫です。ただ、怖いのは塚田さんです。あの、河村君も言うて出てないです。はい、金子君がこう6コースならスタートはーしーと来そうなんで、それと一緒に飛んできそうな気もしますけど、まあ、西川君大丈夫やもんすけど、ね、ちょっと誰かに引っかかったら逃げれますね、これ。だから、外枠2人行っても面白いかもわからないですね、これ、西川君から。はい、4レース行きます。ここは 足澤君で売れるでしょうけど何回もやってます桑島君狙ってくださいあのレース足はすこぶるいですはいもうそれは今日見てもらったら分かると思いますああいう狭いとこ入ってくれるのは本当に出てる時しか無理なんであれをやるとファンの方すごくうまく見えるでしょう違うんですよ出てたらできるんです出てなかったらできないんです本当にあっこやあっこや言いながら滑っていくんでねああー言うて遠すぎていっちゃうんで同じハンドルを切っても 出てるときはそこに入っていけるんです出てないときは滑っちゃうんですミクにはカブさん乗りにくい方ですはい、あそこも独特な水面ですけどここよりはマシ全然マシただあそこはロックコースが遠すぎます <laughs> 果てしなく遠いよ本当に無理です、えー、っと次行きますあ、これも定金君で行けますね はい、あのー、16号機何回も言いますけどこのエンジンはナンバーワン勝率ありますけどそんなエンジンではないです、はい、ただ前野君6コースからあ五コースか5コースからってそこまで出てないよこれ全然12とか13とかありますよ引いては14まで、まあ、結果16かも分からないですけどなんか1なんとか6かも分からんねこれ <laughs> なんかそんな気がします 小島はね満ででなかったら最高です瀬戸内はどのレース場も干潮時はもうほんとねちょんとハンドル切ったら回れますほんとこれ多分結構言うてるんじゃないかな地元の人とかも,も適当にハンドル切ったら回れますこんな言い方正しかっただけど <laughs> 雑に切ってもサイドが外れないです干潮時は満潮時は逆ですどんなに回り方しても波に乗ったら跳ねます はい、だから満潮時は基本的に差し水面になりますよねファンの人とかよく知っていると思いますここはもう貞兼君ですはいあとは前野君3着面白いかも分かんないですね6コース上手だちょっと待ってこれこっちちょっと待ってはい考えますからこれねうん庄司、まあ、君だとは思うんですけど <laughs> 小林くん狙ってみたいよねーはい狙ってみたいですあと小林さんも悪くない松本も悪くないんですけど小林君狙いたいね <laughs> はいうん6コース上手ってちょっと待ってやもう上平とかもそんな感じありますけどね上平君とか あとあえー、誰やちょっと待ってまあ案外六甲府だと魚谷くん君のとかもそうやんねあと潤平とかも桐生とかはいまあ枝尾くもそうですよね いや,いや適当って言うと本当に本当にかかるんですよ、干潮時は切った分だけボートが向いていてくれるんで、すワーんと向くんで、まあ茅、茅もそうですね、茅原君もそういうイメージありますね。はい、次行きます。ブスもそうやね。これはもう北川さんに逃げていただきましょう。はい、あの足は問題ないと言います。い,いんならもこここれ圧勝でできますねはいここで 初頭取っていただきましょう2着が混戦ですけど山田君山田君はい外,ば外奥なら山田君いいと思いますうんん一番レース6コース遠いとこ6コースからの風景で遠いなと思うのはね

昔はここって特殊でした。ボートも違いました。他城と違ったんです。で、カウリングの,の作りも違ったんです。で、取り付けもここは特殊でした。なので、地元の利はありましたけど、今、江戸川を除く全条ボートもエンジンも企画は一緒です。ってなると、特にないんですよね、メリット。で、ですよ、もう一個言うと、この前グランプリありましたよね。あの、まあ、石野君と田中と。 田中を師の上条って走ってたじゃない松井さんもでまあ言ったら決定戦乗ってる人ね師の君88乗りましたで信孝次88引きましたこれ回転数が違うんですよね結果信孝は合わしきれなかったんですよそれぐらいもう毎節回転が違うんですよ隅の絵って不思議やわ <laughs> 本当に <laughs> だから難しいですだからあんまりないですはい正直 たたまたまペラがゾーンにはまったらもういいって感じですねそこに到達するのが早いか遅いかはありますよはい次いきます8レース9レース8うわこれむず誰誰 <laughs> <laughs> いやー、6コースでも前原君でフライングでも狙いたくなるよね。これ、外枠、しごろ。これ、しごろおもいです。小倉君、スタートいくからね。もうちょっと前原君の足が抜けてるけどね、これ。はい。これは外,外枠狙ってほしいなうちでも出てないもん、そんなに。佐竹君も普通やし。 もう倉君出てるわけじゃないですけどなんかスタートいきそうなんでいや前原君出てますはい次いきますあこれは今日の気配見とったのはちょっと大輔下がりそうやからねまっくり刺しとか刺さってしまう可能性もあるねこれ。 金子君だとは思いますけどちょっと3枠に4枠の頭もありそうな気はしますね。特に中村君今節リズムがちょっと悪かっただけで足はいいんですよ本当はい。と。レースがちょっとね失敗ばっかりしてるけどここでも3と4の頭もありますよまあ金子君がいいからトップサードでさっき回ると思いますただ刺される可能性もあると思いますまくり出されてね、は。い あと、あわくんもやっぱ3着ぐらい終わっても全然おかしくないけどね。ん、うん、三つ奥もね、乗りやすそうに乗ってるんでいいと思います。はい、次いきます。10レース。うわ、これ6つ。これ、前野くん、頑張ってスタートいかなかったら、時間まくりされますよ。お 富山さんもね伸びはちょっと甘いんですよねそうなんですよねこれ桑島君の23着1着はねかなあ,あとは西川でも行っても面白いですし前野君でも面白いんですけどなんせ23着かな桑島君のだって再打ち指ししかほぼないんでこのメンバー的に道中しっかりさばいて のりさん、何言ってんのインから引き波作ってるそれ体重重たいって言ってんのダメよ <laughs> そんなんね、あんまり関係ないですって引き波深いからとか体重やからまあ多少はありますけどそんなん全然ですよ全然はい次行きますうーんこれもう一回北川さん狙って面白いかも分かんないですね はい小林君次第ですけどこれもう一回北川さん多分ね本人相当頭に来てるはずなんで <laughs> ぶちいきそうですはい北川さんの性格を考えたらもうわしお,おこたけえのとか言うてねなんかやりそうです、はい、もう本当僕仲良くさせていただいてたんでここ北川さん狙ってみたらもうバッチバチに。 あの小林君にさ、あのー、まくり催促して生かして差し回りやしもう遅れたら山田君がスタート切ったらそれを対してまくり出せるもありやしもう絞り切るのもありやし狙ってみてください面白いと思いますよこういう時ねぶち込むんですよ本当に僕18歳ですはい12ですここはもう問答無用に小池君 さっきもちょっと言いましたけど伸びてくる人はこれいないんですよ。で石川君もスタートコンセプトいけてますし柘植君もいってるでしょう。で馬野君も足は悪いけど伸びるかって伸びないんですよ。唯一伸びるのが外枠2人なんですよね。言うてごろっコースなんでスタート揃いますよこれ。野添さんお願いがあります何でしょうかああこれもう無理やねさっきのも言われたよね。 無理みたいっすわ。なんでなんですかねコンビニの出世印刷サービスですよ。昔からしてないんだそうなんです。うん、これはもう小池くんですね。んふみひこに飛ばされて望みいるかってなんじゃそれ。ここはもう小池くんからうん。 あの、ね、げく君もレース足すごく今節いいんですよ、これね。中村太平君は外の方が僕は圧倒的にレース向いてると思います、今節見たら。え、あ、たけちゃんさん、野添さんのひるあのね、これも何回も言ってますけど、僕の野球部の後輩です。で、僕の真ん中の弟、同級生だったんですよね。で、あの僕の家にしょっちゅう週末の泊まりに来て。 一緒にゲームししてました、はい、であの僕試験を受けるときにお父さんも元プロ野球選手でお母さんがインターハイの出てる方だったんであの「そのボートの試験を受けます」で、頑張っておいで」あんたららちゃんと卒業してくると思うわ」って言うて「卒業してきました」って報告言ったらこのデビュー戦ご家族で1コーナー見に来てくれてでしばらくそっからなんだかんだしたら彼がカープ2位指名だったんで慌てる実家飛んでいって。 なんでお前が株に2使名やって話になって「いや僕もわかんないんです」って言いながら「じゃあ頑張っておいで」って月日が流れて音沙汰なしになったとこに間を取り持ってくれたのが北川さんです北川さんが「一緒に飲みに行ってるよ」ご飯食べに行ってるよって言ってくれたんで僕北川さんと仲良かったんで「じゃあまたその機会にあの電話ください」って言ったら一緒の説だった最終日に電話かわってきてで電話取って代わって15年ぶりぐらい喋ったんかな「はいお前偉なったな」って言ってね 今度はとんでもないです先輩やめてくださいと、はい、それだけは勘弁してくださいって言うて,てこれ俺の電話番号からちゃんとメモしとけよって言うてねはいそんな感じですはいえー、っとアンケートま、ま、アンケートだねめ間違えたんです「はいま、名探偵コナンさん名探偵」ならそこ察してこれ間違えたんやってん サンディゴさん黒田さんはどの鳥やったんですか何言ってんのえ意味が分からんねんけどああのねこれねまだ話あるんですよそのうちの監督のうちのチームの監督元ボートレーサー大阪支部長に豊さん元巨人の高田茂さんこれ一緒のチームだったんですよね読売ジャイアンツ V9 時代のエイトマン高田さんの監督教えてたんが黒田のお父さんです なので、うちの監督がここの息子にあだ名つけれるわけないでしょって話です。はい、簡単な理由です。<laughs> <coughs> えー、っとね、手打さん、北川さんのこれも外です。はい。もう行くときはもう徹底して、今日も行ったでしょ。ああいうレースするんです、北川さんは。行ききってくれるんで。それに外狙ってください。はい。 あマイクさん、神風も一さん、長岡さんですね、はいエピソードはもちろんあります。長岡さんとこのグループの第一章が解説されている山口正史さんですね、あの江戸川とか平和島とかやられてる。と、それこそ先ほども言いましたけど、長目豊さんはペラの、えーとね、グループじゃないですけど、情報交換してました。で山口正史さんはもうプロペラ校舎で関東では有名な方で。 えー、そこから長岡さんグループとの人も僕は長岡さんもそうですし野沢大地さんもそうですしひいては熊谷さんもそうだったんで熊谷さんとかのもよくしていただいて一度若松であの山口正史さん熊谷さん僕でさもう徹底的にペラーを正さんに教えていただいて固定概念がガラッと変わったんですよそれぐらいの、はい、衝撃なことありましたね明日は芦屋前乗りでございますはい 北川さんと優しい感じでも言いますけどね、まあ、優しいというか豪快ですねはいさかなさん、うん、まあまあ、うん、分からん <laughs> レースしたいと思わないその前にももともとカッピーさん熊谷さんと長岡さん同期なんです56期生なんですよ長,岡さん長岡さんもただあの卒業間近の現地訓練で大怪我されて1期落ちたんですよねだから57期になったんでもともとは56期で同期ですはい 56期のぶっちぎるナンバーワン,ン,ーワンだったそうです訓練時代からで熊谷さんが一期先輩で出てきて一期後輩で長岡さん出てきたんですけどで玉川に練習行ったらこんなやつに勝てるわけないわと思ったそうですはい実際長岡さんは新鋭3回優勝してます大沢当時は1回ではなかったんです何回優勝してもよかったんで長岡さんは3回勝ってます <laughs>、はい、すごいっすね 明日は助さんをどうですか何で言うん食べをもとったのに美味しいよねあれね肉ごぼうてんうちの会社の先輩昔はあっそうなんや明日のおさん毎度に「はい不在なんです寂しいですか立山さんと津田さんにいらしていただいてもらって大丈夫ですか <laughs> はいえっマッスルくん何 年上だけど気がしたならどういう接し方をするんですかん年上の気が下んわて年,年上の後輩呼び捨てです<笑><笑>僕,たちのはあ僕たちの業界というか先週はもう気が絶対ですである程度年齢を一積み上げていってもう40超えたらさすがにそこは大人なんであの何々くんと言ったりしますけど若い時は僕なんか18デビューでしょ 僕の下の子を履いて、僕、これ全部3つの4つの上だったんで、はい、噛みつきまくってました。<laughs> はい、はい、そんな感じです。あのー、またそういうのはあります、独特なルールは、えー。たけちゃんさん、住みの家のホームページに先週のコメント入れてほしいんですが、ダンメンですが、これって無理なのかなそうよね。今は即答できません。はい でではここでクイズいきます、はい、次の4名のうち G1 でパイフェクト優勝した選手は誰でしょうかこれはもうオールドファンの方が知ってるでしょう。はいはいはい。はいうん、これは僕分かります。なぜかというと一緒に走ってましたからで打ち上げの映像まで僕、打ち上げ一緒に。 最後までご一緒したんですけどその映像まで浮かんでるからもう僕はもう、はい、答え分かります皆さんどうぞ <laughs> <laughs> でで大丈夫ですか川越さん早いやんかえらい答えがじゃあね答え言ったいかねこれ番号を打ってくれなあかったんですよ川越さんじ <laughs> ゃあじ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 ゃあ 大丈夫ですか酔てる酔ってないですかホームページにすり込めてああちょっと待ってねその辺はちょっと僕なんとも言えないですちゃちゃちゃ皆さんチャット答えるんじゃないんで番号番号これ名前で打つの、はい、打ってもらえたらいいんですか普通にチャットに,、えー、に 1>, 1から4まであるんですよね、はい、選,択選択肢あるんですよだから皆さん選択肢に答えてみんなあのあのね あのね違うんです、ここに書いたらだなんです。はい、カッピーさん、間違ってる温泉ではございません <laughs>。これ、バスセット。これ、はバスセット。なんや <laughs> サンディゴさん、ちょっとちょっと、おたくら、ほんま、ええかげにしいや。沖 <laughs> さん、おれへんがな、ここに。俺もおれへんがな、うん 大丈夫ですか皆さんはい答えどうぞドン1番ですはい,たい、えー、これねミヤハヤタちゃうかな対抗相もそうかな、うん、対抗相やわこれではいあのー、打ち上げしました松井さん記憶飛びましただから鮮明に覚えてますはい もう何言ってるか分からなかったんでこれ以上は言えませんけどあの松井茂さんが「記憶飛んだんです」それだけはお伝えしますあとのことは言えません <laughs> <laughs> 最後までご一緒したというのがあるんで覚えてますはい <laughs> 池上裕二さん俺れでしょうかよしゅんません違うよ 間違えたら何個,何個だから、まあ、何個やったらあの、かまめおはしのところでまとめてこやったら大丈夫、からしにこさん。ゴミ処理場の横。うん。<laughs> いやいや、まあ、そんな感じで。はい、あのー、えはい、畜生金曜日からありますね。僕は尼崎の方は今回ね、予定入ってないんですよ。はい。そうです。はい、第3、そうですよ。はいはい、はい、はい。 天の特徴スミノエゼミナルで言うわけないでしょ。ここ題名ほらスミノエゼミナルで <laughs> ごめんなさいね。一応そういうのもやっあるんですけど。バスどうや。はい継ぎ、えー、のゼミナル。はい、一応出してもら,も,もらいましょう。はいどうぞ。一回です。スまソんこれ僕の一存じゃないですよ。はい一回です。はい題説はい。 明日は津田さんと立山さんの配信でお届けします僕は明日移動日で出演はございません一節間長々とありがとうございました明日は僕はあの小池くんが逃げると思いますあの足だったら問題ないですスタートさえ遅れなければあとは自分との戦いです彼もスタートしっかりいけるか否かだけだと僕は思います2着はね正直言ってねなんか馬野くんとか来そうな気もするね 中村君が外枠が絡みそうな気がします。はい。はい、はい、あのね。があのあります。市川哲也さん、田中川で優勝してます。パーフェクト v8 連勝か9連勝で優勝してます。はい。その頃よくご一緒してました。はい、皆さんどうも一節間ありがとうございました。明日は最終日です。立山さんと津田さんの配信をご覧になって参考にしていただいて、是非あのね。分厚くしていただいて頑張ってください。 ありがとうございます。た一説官どうも今日はこれ辺で失礼します皆さんおやすみなさいさよなら